まあ、下ろします。鱗が残っている場合があるので包丁で鱗を取っていきます。お腹のここの部分に鱗がたくさん残っているのでこれを忘れずに取ります。頭を落とします。で、お腹を開けます。試合も忘れずに取ります。したら洗います。で、サンマの水気をちゃんと取ります。そしたら三枚におろしていきます。そしたらお腹の骨を取ります。これでサンマの三枚おろしの完成です。そしたらこのサンマを細かく切っていきます。で、これを叩き回す。ミンチ状になるまで叩いていただけるといいと思います。ちょっと粒々があるぐらい食感になっていると思います。サンマのミンチの完成です。二つまみ胡椒二つまみ入れて練ります。よく混ぜます。よく混ざったら形に取ります。これでサンマのメンチカツの種の完成です。で、これからパン粉をつけていきます。溶き卵を作ります。フライの時のコツなんですが、卵をよく混ぜると種に馴染んで揚がりやすくなります。小麦粉をつけていきます。この時に小麦粉をしっかりつけないとパン粉が剥がれる原因になるので小麦粉はしっかりつけた方がいいです。しっかりとくぐらせてパン粉に入れます。油の温度は160度ですね。あんまり温度が高いと中に火が入る前に焦げちゃう。
これでサンマのメンチカツの完成です。